はい、こんばんは、ポップです。エフェクトチャンネル、11月17日火曜日、本日も先進国通貨4ペア4通貨の解説から始めていきます。順番はいつも通り、米ドル円から始めまして、5ドル円、ポンド円、そしてユーロドルの順番で解説をしていきますので、よろしければ最後までご視聴ください。 えー、昨日はね、動画解説直後に大きく株高、そして、えー、クロス円の円安方向に吹き上げるといったね、えー、大きなイベント、出来事がございました。えー、これはね、えー、先週の月曜日と同様に、えー、今回は他の会社となりますが、コロナワクチンの開発が進んでいるという報道を受けて、一気にね、えー、リスコンの動きになったというところでございます。 しかしながら、株式相場も為替相場もね、えー、行ってこいという形で元に戻ってきておりますので、今後の見通しもね、えー、見ていきたいと思いますが、まずは昨日の全体の相場感見ていきたいと思いますので、こちらのサイトをご覧ください。はい、こちら、世界の株価のサイトでございます。まずは昨日のニューヨークマーケット。ダウ平均は前日比、プラス470ドル。 終わり値で29,950ドルということで、1.60%、えー、こちらもね、えー、大幅な上昇で1日の取引、1週間のスタートを切ったというところでございます。えー、時間外取引ではね、えー、3万ドル、えー、これを超えてきまして、えー、2度目のね、えー、3万ドル到達ということで、えー、しかしながら今はね、えー、3万ドルを割り込んでいるというところで、ちょっとね、えー、株価の方も良い材料が出尽くしになってきたかなというところがね、えー、伺える状況でございます。 えー、そして、えー、本日の東京マーケット、日経平均は前日比、プラス107円、終値で2万6000飛び14円ということで、えー、こちらはね、えー、わずかに0.42%の上昇ということで、えー、1日の取引を終えたというところでございます。 前場の段階ではマイナス圏に沈む場面もあったんですが、まあ周年といいますかね、日経平均なんとか2万6千円をキープしまして、特にね、5場の方は順調に上げて終わるということで、1日の取引を終えたんですが、ただ時間外取引ですね、今は50円ほど下げて2万6千円を割り込んでいるというところでね、ちょっとコロナワクチンのところで大きく吹き上げてはいたんですが、 ちょっとそのあたりね、えー、まあ材料出尽くしということで株式相場の方は一旦はね、下方向に向いてしまったかなというところでございます、えー、そして為替の方もね、えー、米ドル円を中心に、まあ米ドル円ですね、えー、こちらは下方向に進んでおりますので、えー、具体的にね、ドル円相場の方から見ていきたいと思いますので、えー、チャートの方をご覧ください、はいえー、まずはね、ドル円相場こちら15分足約1日の時間軸のチャートでございます 昨日の動画解説ね、終わった後に、こちら一気にね、104円50銭の上から105円を突き抜けるというところでね、コロナワクチンの開発報道を受けて、まあ本当ね、1週間ぶりと言いますか、先週も月曜日だったと思いますが、こういったところで一気に吹き上げたというところでございます。ただこちらの方はね、見事な行って来いということで、ニューヨークマーケット始まったところではですね、すでにもう104円50銭付近まで戻ってきていたというところでございます。 ニューヨークマーケットと東京マーケットね、まあ大きく、えー、まあ上げたというところでございますが、ドル円相場はね、その後は104円50銭のサポートを受けながら、そのあたりをね、うろうろしているという状況でございますが、とうとうね、えー、今日のヨーロッパ時間に104円50銭を明確に割り込んでしまったというところでね、ちょっとこのあたり、今までね、なかなかトレンドがつかみづらいというところがありましたが、えー、とうとうね、下落トレンドにまた転換してきたかなというところでございます。 えー、そして、えー、今後の狙い目としましては60分足左側のチャートをご覧ください、えー、今まではね下落トレンドが続いておりま,おりまして、えー、移動平均線の下側にね陽線から陰線に切り替わるという綺麗、えー、なレジ、えー、下落トレンドというところでございました、えー、ただ昨日の段階でねちょっと ちょっとトレンドが止まるかもしれないというねお話を動画の中でしていたんですがその直後に一気に吹き上げるということでこれはね105円こちらのレジスタンスラインで1回はね過去のサポートラインがレジスタンスラインになったそして105円というねやはり明確なレジスタンスライン節目という形になりますので、まあ、ここで跳ね返されてしまって元の位置に行ってこいそしてまた104円50銭を明確に割り込んだということで今後の狙い目ということでは移動 平均線がね、これから下がってきますので、反発して陰線から陽線に平均足が変わって、104円50銭、こちらよりか下側で陽線から陰線、このような形になったら絶好のショートのタイミングという形になりますので、そのタイミングを逃さずにね、しっかりとショートを取る準備をしていただくというところでございます。一旦ね、104円25銭まで、 下ががった状況でございます15分足ベースではね、平均足、今、陰線から要線に変わってる。今回ね、次の平均足ぐらいで要線が出てくると思いますので、その要線がね、104円50銭よりか、下側で要線から陰線、これに切り替わったところは、絶好のショートのチャンスという形になりますので、あくまでもね、これから下落トレンドが再度ね、突入したというところを意識していただきまして、ショートを組んでいただくというところでよろしいかと思います。 注意点としましてはね、要線が104円50銭をね、えー、突き抜けていった場合は、様子見という形になりますので、104円50銭に到達したからといって、ショートを組むわけではなくて、あくまでも要線から陰線に転換してからね、ショートを組むということを忘れずに注意をしていただければと思いますので、参考にしてください。はい、えー、以上で米ドル円の解説を終わりまして、続いて5ドル円を見ていきましょう。 はい5ドル円の方はね、結論、まだポジションを取るのは少し待っておいた方がよろしいかなというところでございます。まずはね、昨日の動画の後、解説の後にですね、コロナワクチンの報道を受けて、76円50銭を一気に突き上げるというところでございます。その後はですね、こちらも行ってこいとなったんですが、76円50銭、このあたりで収束しておりまして、株価の上昇にはあまり関わらずですね、少し 意、えー、にかける展開だったとといいうところでございますそして、今日のヨーロッパ時間にね、一旦下方向に行ったんですが、えー、またね、すぐ、えー、フェイクという形で元に戻ってくる。その後、また下に行ってしまうということで、76円50銭の、えー、こちらの、ね、レジスタンスが確認できたかなというところでございます。 とはいってもね、76円50銭、こちらね、突き抜ける可能性はまだまだあるという形でございますので、ちょっとこのあたりはね、レンジでございます、76円25銭ぐらいですね、このあたりを抜けてからじゃないとなかなか勝負には出れないかなと思いますので、これは60分足を見て具体的に説明をいたしましょう。 えこちらはね、えー、まあ下落トレンドから上昇トレンド、そして上昇トレンドだったんですが、えー、今回ね、移動平均線を割り込むような下落があったというところでございます。 76円50銭に、ね、収束しているというお話をしましたが、こちらが、ねまあ、なんか三角ペナントのような形で、下方向に落ちたと思いきや、ね、また上に戻ってくる、そしてまた下落ということで、ね、ちょっとなかなか難しい状況でございますが、肝心なのは、ね、直近の安値と高値、こちらを抜けてからトレンドが出てきますので、それを抜けるまでは辛抱するというのは、ね、き昨日の動画解説と全く同じような状況でございます。 まず上値の方から説明しますと、こちら75円75銭ですね。えー、すみません、76円ですね。76円75銭ですね。このあたり、えー、昨日のコロナワクチンの報道を受けまして、しっかりと、ね、レジスタンスが効いてしまったというところでございますので、この高値を抜けた場合はロングが組めるという状況でございます。逆に下方向は76円25銭ですね。 こちらの方も昨日ですね、コロナワクチンの報道を受けて一気に下落、そしてまた76円50銭に戻っていきましたので、まあ、こちら抜けた場合には、下方向にトレンドが出てくるという形になりますので、今回76円25銭、直近の安値というところでは、その上で、ね、切り返してしまいましたので、こちらの50ピップスの間ですね、76円25銭から76円75銭。 こういったところのね、レンジがまだまだ続く状況であれば、トレードはしない方がいい。逆に76円75銭を明確に平均足ベースで上抜けするか、そして76円25銭、こちらを明確に下抜けするか、こういったところでトレンドが出てくると思いますので、あくまでもその飛び抜けた方向に順張りをする。 こういったところでね、作戦を立てていただければ、大きなね、失敗はないかなと思いますので、このあたりしっかりと上限、レンジの上限と下限ですね、こういったところを見ていただきながら、そこを明確に抜けた方向についていく、こちらを徹底していただければと思いますので、皆さんの相場感とポジションね、合わせて参考にしていただければと思います。はい、以上で5ドル円の解説を終わりまして、続いてポンド円を見ていきましょう。 はいえー、ポンド円もね、えー、一言で言えばレンジ相場ですので、えー、まだまだ5ドル円同様ですね、えー、トレードを、えー、あまりすべきではないというようなレンジでございます。えー、まずはね、15分足1日の時間軸でございますが、えー、昨日の動画解説の直後に吹き上がったというのは、えー、他の通貨と同じ状況でございます。 えー、ただ、この、えー、138円50銭ですね、えー。こちらを大きく抜けたところ、上髭をつけて元の位置に行ってこい。そして、また138円ぐらいで収束をしていたんですが、最終的には、下値のね、137円50銭。 こちらも到達することなくですね、レンジの中をうろうろしておりながら、138円を挟みながらの攻防というところで、ちょっとね、このあたり、なかなかまだトレンドが出ていないというところであれば、勝負は避けておいた方がよろしいかなというところでございます。具体的なレンジをね、60分足、1週間の時間軸で説明しますと、今ね、お話しした通り、移動平均線が横ばいでございますので、まあ、完全な、ね、レンジ相場でございます。 えそして、レンジの加減に関しては、えー、この137円50銭ですね。まあ、少し上方向というところもありますが、まあ、直近のね、えーまあえー週、過去1週間の安値というところでは137円50銭。そして、えー、上方向はね、138円50銭。ちょっとね、昨日のの、えー、コロナワクチンの報道で、えー、上髭げをつ、ね、けてしまいましたが、まあ、こういったところですね、137円50銭から138円50銭。 こちらのレンジ相場が続いておりますので、どうしてもね、こちらのレンジを出なければトレンドが出てこないということでね、移動平均線がこの横ばいの時はね、あまり勝負はしない方がいいというのはね、私の持論でございますが、やはりトレンドが出ているところが勝負がしやすいかなというところでございます。よって、こちらはね、138円50銭。 こちらを上ヒゲではなくて実体ベースでしっかりと上抜けてきた場合、えー、この時はね、えー、しっかりとロングを組むというところでよろしいかと思いますし、逆に下方向に関しましては137円50銭。こちらを平均足ベースで明確に下回った場合ですね。えー、ここでショートを組んでいくというようなね、えー 作戦でよろしいかと思いますので、これはね、全く5ドル円と同じ状況、同じ作戦になろうかと思いますが、レンジが出ていない以上ですね、こちらの方はトレードは控えておきながら、トレンドが出る場合、具体的には138円50銭を超えた場合はロング、そして137円50銭を明確に陰線で下回った場合はショートという形でね、勝負していただければと思いますので、もう少しね、そのポイントに来るまで様子見をしていただければと思いますので、参考にしてください。 はい、えー、以上で、えー、ポンド円の解説を終わりまして最後にユーロドルの解説を進めていきましょう、はいえー、ユーロドルの方は米ドルの方がね、う、え、が、ーまあ、下落トレンドになってきたというところで、えー、逆にユーロドルの方は上昇トレンドに切り替わっているというところでございます 昨日の、ね、動画解説の直後はね、ちょっとこの辺り非常にヒゲが汚いというところでございましたが、まあ、クロス円は、ね、大きく吹き上がったというところでございますが、まあ、ユーロドルに関してはそこまで大きな動きはなかったというところでございます。ただね、一旦沈んだところ、ニューヨークマーケット始まったところでは1.1850に引き戻されてきたというところでね、最終的には今日の東京マーケット、 一旦ね、1.1850を上回って調整するんですが、まあ、ここもいやらしいところなんですが、ユーロドルのところ、欧州時間になって、一旦1.1850を割り込むかと思いきやですね、一気に吹き上げて、また上昇トレンドに戻っていったというところでね、ユーロドルの方はロングを取るような準備をしていただくという形が、15分足を、ね、見てね、わかるかなというところですね。そして、1週間の時間軸の60分足をご覧ください。 こちらはね、まあ、昨日大きく割り込むところもありましたが、まあ、V 軸回復を遂げて、ですね移動平均線の通り上昇トレンドが続いているというところでございます。そして大きなタイミングとしてはね、やっぱりこのね1.1850付近の移動平均線、ここで陰線から陽線にしっかりとサポートが入ったというところを受けまして、上方向上昇トレンドにまだまだ続いているというところでございます。 移動平均線が、ね、右肩上がりの場合ですと、基本的には移動平均線付近、そしてその上側で、ね、陰線から陽線に切り替わるというところでございますが、まあ、昨日は、ね、ちょっとコロナワクチンの特殊要因があったというところがございますが、最終的には再度こちら移動平均線の上側で陰線から陽線に切り替わったというところでございます。 そうなりますとね、特に障害物もございませんので、これからも移動平均線は右肩上がりに上がってきますので、この続いている60分足の要線、これが調整局面で陰線が出まして、 移動平均線の上側で陰線から要線になったところでしっかりロングを組むという形でよろしいかと思いますので、まあ、ドル円相場は下落トレンドそしてユーロドルの方は上昇トレンドがね今後も続いていく可能性が非常に強いというところでございますのでしっかりと移動平均線60分足60分移動平均線24の上側でですね陰線から要線が平均足チェンジした時にですねロングを組んでいくこういったところを徹底していただければねよろしいかと思いますので 参考にしてくだはい、以上でね、今回の先進国通貨4ペア4通貨の解説を以上といたします。今日もね、LINE の友達追加の方にはトレードポイントの配信を行わせていただきますので、こちらは概要欄の方から、もしね、友達追加したいという方いらっしゃれば、登録の方よろしくお願いいたします。 あとツイッターの方でもね、マーケットや日々のね、考えていること、トレーダーとしての心構え等ですね、こちらもつぶやいておりますので、よろしければツイッターの方も概要欄にございますので、ご覧いただければと思います。はい、以上でね、この動画を終わります。今日も一日ね、お仕事とトレードお疲れ様でした。また明日からもね、水木金とね、続いていきますが、今週もまだまだありますので、頑張っていきましょう。バイバイ。